皆さんこんにちは、洋画家の光です。広島福屋八丁堀本店からお送りしておりますアート関ヶ原秋の冬の陣から、作品をご紹介いたします。今回はこちらの作品です。私の世界という油絵の作品です。こちらも新作で持ってきている作品なんですが、すごくお気に入っている作品なんですけれども、ちょっと構図も変わってまして、横長の、ちょうど3号を横に2つ並べた、長さなんですが、女性がですね、赤いスカートを履いた女性が、自由を謳歌している、一場面です。私は実際の風景をモデルに描くことが多いんですけれども、この登場人物の心の中の風景と融合させて、描いているようなイメージです。こちらの作品は この赤い花は春のひなげしを描いているんですけれども、この茎の部分は縦の筆のタッチで描い何本も何本も引いて表現してまして、奥 の, あのこの木々のですね、葉っぱとかは右上から下に流れるような斜めの線で表現しています。そういった別の方向の筆のタッチで画面の中でいろんな動きを表現したいなと思って描いた作品でして、この構図もちょっとですね、右上に行ったりとか左上に行ったりとか、ちょっと、そういった動きも感じていただけたらなと思っております。全体的にちょっとセピア調のなんか夕暮れ時の懐かしい雰囲気の作品ですね。はい、なんかこの横長の作品って結構飾りやすいみたいなんですけども、なんかインテリアとしてもすごくおすすめの作品です。お問い合わせは福屋八丁堀7階美術画廊までよろしくお願いします。